特別な思いで来てますからね。ボタはベストをぶつけてきたことに対して非常に意気に感じています。 K-1 現役チャンピオンか。第1ラウンド返しのゴング、まずはキックを伸ばしていきました。 K-1 チャンピオン、さあフライングが入った、ここを詰めていった、パンシーク、クロスアボタ、クロスアボタのパンチ、キックで応戦していく。レミーボーヤルズ、これが IBF バリバリのメジャー団体の元世界王者、プレッシャー結構出しましたね。プレッシャーかかってますね、レミー選手。体を寄せていきました。やっぱり負けられない意地がありますね。これはね、レミー選手入ってくるときから顔つきが一段と険しかったです。キングというのは K-1 のテクニックの一部に過ぎないんだ。そう見えた男、体操を追い詰めたパンチで、さあ K-1 チャンピオンのレミーを持ってきた拳、リング上で両者が交錯。ボクシングか、右ロック、それいけ、ボタの右のフックは空振り。やっとなんかね、パンチが出せるようになってましたね。第1ラウンド交錯しました。第2ラウンドに入ります。 K-1 対ボクシングの頂上対決、バリバリのメジャー団体の元世界チャンピオン、ボタがローキック出しますよ。そうなんですね、当たっててもいいから、そして飛び込んでいく。の話も伺いましたけれども、一方のボタ、はい、ボタに私聞いたんですけど、それがまだ見れてなかったので、世界チャンピオンのパンチが出た、右のストレート、ボタが詰めていく、マウスピースを吐き出して最後まで追いつけた男です。フランスはボタ、初めてですよね、こういうボクシング。左の吹く返しがある、右のストレート、ガードの間を、はい、一発で仕留めるというセコンドグラムシリーズ。 K-1 チャンピオンレミブロックス、第2ラウンドも残り30秒、右のロー、第1ラウンド近づこうというところ、第2ラウンドフライングに逃がした、残り10秒切りました。ワンツーできた、ロー回したリーボーヤルズ、最後は K-1 チャンピオン。 K-1 かボクシングか、からあの膝が来る前のアッパー、アッパーですね。これはでもタイミング的には非常に難しいですか。ワンツーでいく、ボディフロー引き詰めた、リングのコーナー、右の膝、この前に、この前に、前線で最も大きなライバル、最大最高のライバル、K-1 チャンピオン。プレッシャーかけてるからです、はい、残り1分を切りました。第3ラウンド、のりかさん、はい、残り1分の期待は、いや、これ何が起こるかわからないので目が離せないですよ、さあ、リングに行きました。キングでボタンが前に出れますもんね。これは映したフランスはボタン、いや、ボタが頑張ってますね。 K-1 チャンピオンに対して譲っていません。右のロー、レミー・ボーヤスキーの右、これは強烈、残り10秒になる、最後は打ち合いか、最後はパンチか、下がったところに最後はフランク、悔しそうに顔を歪めたのは K-1 チャンピオンレミー・ボーヤスキー。最後にちょっとずつでも慣れてきてますよね、落ち合い君、倒したかったでしょうね。第3ラウンドが終わって試合は判定になります。こちらも3ポイント、最後は4ポイント差がつきます ね、 ね、もう着実に K-1 ルールに慣れてきてるし、もともとね、気持ちのある選手なんで、そうですね、まだまだ大勝ちする。 K-1 のキックに慣れるまでには時間がかかるとは思う。